皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はですね、ブルーズ進行でセッションしようという動画の2本目ということで、実際にセッションしている様子をですね、皆様にお届けしてみようかなと思います。こんな感じで遊ぶんだぜみたいな様子をですね、お届けしてみようかなという感じでございます。そしてこちらにいらっしゃいますのは、我がアフタービートミュージックスクールギター科講師の若い方の、講師、高橋空さんでございます。若い方です。今日はどうもよろしくお願いします。どんな感じになりますかね。大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。それでは1本目の動画でやった A ブルースで、ちょっとよろしいでしょうか。はい。なんかこう、ズンカ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 みたいな感じのね、なんかこう楽しげなシャッフルっつうんですか。シャッフル。で、やってみますかっていう。マスカ。こういうセッションの時はですね、とりあえず空気を読むことがとてつもなく大事です。空気を読んでいきましょう。アイコンタクトとかですね、非常に大事です。ほんまに。その様子とかをちょっとこう見ていただけると、いろいろと参考になるんじゃないかと思います。それでは、じゃあ、そうですね。なんかいい感じで始めてください。俺が始める。始まりました。コード見ながらやってみましょう。今バッキング弾いてくれてるんで、深掘りします。
みたいな話です。参考になるのかこれは。いや、相当好き勝手やりましたね。好き勝手やりましたね。まあ、とりあえず基本的にこのコードとかは割となんかこうね、自分変えちゃって大丈夫なんですよ。その12小節ですね、一周っていうのだけちょっと守っていれば、お互いにロストすることあんまりないので、とりあえずまあその12小節で、なんかこんな感じでアイコンだけで、お前ソロやれやとか、なんかちょっとこのフォーバースしようぜみたいな感じの、なんかそういうこのね、コミュニケーションを楽しむという感じです。一番やっちゃいけないのが、やっぱりこのソロとかに夢中になってしまって、その相手とこの何もコミュニケーションしないみたいな。やってみますか。それはいいかな、別に。なんか、高井さんから、なんか言うこともありますか？特には、そうですね。せっかく、伴奏っていうの、生きた伴奏っていうのを聞きながら、セッションというか、ソロが弾けると思うので。あ、そうですね。CD とかじゃないですもんね。そうですね。生きた伴奏っていうのを聞きつつ、その上でどう弾いたら面白いかなとか、いうのをやってるといいかな。まあ、自分の演奏に引っ張られることもあれば、伴奏に引っ張られて、ああこんなのも楽しい楽しいって言って盛り上がっていく、うん、どうなるかわからないっていう。そうですね、この性格がね、いろいろ出ますよね。そうですね。僕はもう分かりやすくやんちゃタイプなんで、もう引っかき回しみたいな、オラ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 っつっていつも引っかき回してしまう感じ。いや、いいですよね。引っ張っていいね。まあ、そうですね、そんな感じでしょうか。とりあえず、まあ、最初のその1本目の動画でやってた A ブルースの進行と、あと、まあ、ペンタトニックスケールぐらい覚えれば、なんとなくできるかと思いますので、まあ、ちょっと友達と一緒にね、進行を覚えて、スケールを覚えて、まあ、セッションごっこみたいな感じで遊んでいただけると楽しいかなと思います。結構、慣れでカバーする部分が多いので、うん。この空気を読むとかも本当慣れがすごく大きいです。たくさん経験を積めばもっと楽しくセッションができるようになるので、ぜひ皆様にトライをしてみてくださいませ。じゃあそんな感じでしょうか。はい。それではこのセッションをしようぜ2本目の動画を終わりにしたいと思います。また違う動画でお会いしましょう。さよなら。Thank you.